ゴールキーパー鈴木ザイオン。4ヶ月で市場価値が約3倍に。ドイツの移籍情報専門サイトは現地時間18日、セリエ A でプレーする選手たちの推定市場価値をアップデートした。サッカー日本代表 GK 鈴木ザイオンは、今回の更新でアジア人 GK の中で市場価値が最も高い GK となっている。今夏にベルギーの新都、トロイデンからセリエ A、パルマに加入した GK 鈴木ザイオン。これまでリーグ戦6試合に出場しており、移籍してからすぐに同クラブの守護神の座をつかみつつある。その活躍が認められたのか、鈴木の市場価値は今回の更新で約700万ユーロ、約11億円。となり、オーストラリア代表のマシュー、ライアン、ローマの350万ユーロ、約6億円。を抜いて、アジアで最も市場価値が高い GK となった。また、新都、トロイデンに所属していた6月当時の市場価値は250万ユーロ、約4億円。であり、わずか4ヶ月で市場価値が約3倍となる成長を見せている。同移籍情報専門サイトのイタリアを担当するマリウス・ゾイケ氏は、鈴木はパルマがセリエ A に昇格した際の GK レアンドロ・チチソラを相手に自身の存在感を示して、ナポリ戦での不運な退場以外は毎週そのポテンシャルの高さを見せつけていると、鈴木のこれまでのセリエ A におけるパフォーマンスを絶賛。そして、今夏の加入からわずかな期間でなぜパルマが考えられない高額な移籍金を支払ったのか、その理由を証明した。このまま継続して成長できれば日本代表ナンバーワンとしての地位もあり、今季中に市場価値が移籍金750万ユーロを上回る可能性も高いだろうと、今後の成長に期待を寄せるコメントを残している。イエロー2枚もらって退場したけうな GK 絶対に年俸を書かないよな。 1.5 億よ。ステップアップするとはこういうことで、も結果出せないと次に移籍するときかなり苦労する。最初から活躍できると思ってました。代表の時はなぜダメなのか、今シーズンになってからは代表では評価できるほどの出番がない。ずっと無失点だったからな。サウジ戦良かったやん。ゴールキーパーやれてるってことはイタリア語あるいは最低限英語はできるんだよな。やっぱり語学大事だな。そもそもキーパーがスタメンで使われるって結構運だよな。大事な試合で例のやらかし癖が出たら見抜かれるよ。やっぱキーパーってこう思われるから辛いよな。アンチ息してるか？何もすごくないからどの反応ねえよ、しょうねえなーくらいしか。アンチ無様すぎる。代表は連携取れないのが一番の問題だから、センターバックにも問題があると思うんだが、アンチ負けっぱなしだな。森安が正しかったな。若いうちから経験させたからどんどん伸びていってるな。受ける？相変わらず失点しまくりなのに。アンチ無様。この年齢でもう川島を超えてしまったな。ザイオン君、日本歴代 GK で一番の実績なのは間違いない。ポテンシャルは世界でもトップクラス。経験積んで判断力を磨いておくれ。6試合して出てないのにそんな評価上がるか？しかもそのうち1試合で退場だろ。6試合のほぼ全てのスタッツがトップ3に入ってるんだから、こいつはなんなんやってなってる。スタッツもそうだが、セリエ A 一部全チームで正 GK がザイオンより若い正 GK はいない。つまりそれだけでも4大リーグでも希少種な存在。また森安の目は正しかったのか。まだファンチームに逃げる癖がバレてないから通用してる説。今回紹介した記事や引用した内容については概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。